のくさん、こんにちは。いつも動画を送っていただきましてありがとうございます。今回は髪サプライズですか。髪の毛の悩み、私は特にないんですけども、ちょっと白髪が出るぐらいですかね。月に1回から2ヶ月に1回染めに行くような感じですけども、ご覧のようにね、髪はね、結構ね、抜け毛もないですしね、そこそこいただいているような状態です。私の家系にはまあ髪の薄い人もいないんで、まあ、このままいけるんじゃないかなというところもありますし、あとはね、食品とかね、適度な運動とか刺激とかいろいろと、まあまあ深く意識してるわけではないんですけども、まあ、できればね、このまま頭髪は維持したいなと思っております。まあ、やっぱね、かっこいい年の取り方もしたいなというところもありますし、髪があればかっこいいってもんでもないんですけども、あ、そうそう、なんかね、 N 国党の立花隆さんがそのハゲ党っていうのを作るらしいですよね。薄毛党かなんか、あれ結構いい新しいムーブメントだなと思うんですよ。諸派党をまとめていくっていうね、動きもありますし、うん、やっぱね、賢い人はどっからでもね、何でも繰り出してくるなというところですね。うん、で、神サプライズの話なんですけども、よろしかったらね、例の元会社の話もちょっと噂話しとってくださいね。じゃあ、野口さんが帰ってくることを期待してます。うん、やっぱりね、髪の毛の悩みっていうのはなかなか人に言い出せなかったりね、相談する人が限られてくるんで、非常に大事なテーマじゃないですかね。ちなみに Facebook で励ます会ってのがあるんですよね。で、そこに、育毛剤かなんかのアフィリエイトをかけたところ、結構売れたというふうなね、思い出があります。なんかね、育毛剤って1個1万円ぐらいして、それはね、毎月使うような感じになるんですよね。まあ、ですので、アフィリエイト補充結構高かったなっていうとこですね。はい、神サプライズもね、確か300万ぐらいするんだと思いましたけども、うん、あれ体験できるのはなかなかの機会じゃないですか。ぜひね、可能でしたら撮影の方もよろしくお願いします。それでは、ノックさん、また。